チャンピオンカーニバルライト級1青木対日本ライト級チャンピオン今江。くそ、深夜技はほとんど完成したんだが試合まで時間がねえっていうのに高村だよ。チャンピオンに対抗する新技っていうのはできたのか。まあこれはなんだ、誰か来たのか。一か八かこれにかけるしかねえ。スペシャルボタンプラス左フック。日本ライト級タイトルマッチ、ついにここまで来たな。はい、大丈夫だ、お前ならできる。うっす。今回の相手今井は主導権を取ったら二度と離さない。リズムに乗る前にかき回してやれ。リングを降りた時お前がチャンピオンだ。行くぞ。おお、さあスペシャルボタン左フック、いつ出すかですね。皆さんも一緒に掛け声をかけましょう。あの必殺技を出すのは今でしょう。ただいまよりチャンピオンカーニバル日本ライト級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー日本ライト級チャンピオン134パウンド福本所属今江勝貴。まあ真面目そうな顔しやがって。青コーナー挑戦者日本ライト級1位134パウンド鴨川所属青木勝。どうもタブヤン青木です。ラウンド1、よし書きますぞ。まずはね、でもね、鴨川ジムのねボクシングを見せてやるよ。1ラウンドはね、死んだふりしてもいいけどね、まずはジャブ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 ストレートですよ。ジャブ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 ストレート、ジャブ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 ストレート、ジャブ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 ストレート、ジャブジャブストレート、ジャブストレート、ジャブジャブストレート、ジャブストレート、ジャブストレート、ジャブジャブジャブストレート、ジャブジャブジャブストレート、ジャブジャブストレート、ジャブストレート、ジャブ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 。おら、これがボクシングの基本だ。教えてやるぞ。1ラウンド、1ラウンドかけてない今へ。左1本で倒せるわお前なぞ。左左引きつけて右、パンチ持ってるじゃねえか。おお、超左やるじゃねえか。やられてるか。変則いくかよし、フックも混ぜていこう、フックも混ぜていこう。ほらダブルパンチ、ショートアッパー、ショートアッパー。おれおれおれ、今度は左右からも行くぜ。おっ青木の足は死んでないぜ。ダブルパンチきたー、おら下きたー、今下必殺技決まったー今どこ見てたんだスペシャルボタンよそ見決まったな。でももう通用しないだろうね。俺らチャンスチャンス、追い込んだ、チャンピオンだ、俺がチャンピオンだ、俺がチャンピオン、俺がチャンピオンだ。カエルパンチ、あーやばい、カエルパンチ、あーダメだ、作り直そうちょっと作り直そう。カエルパンチ2発も空振りするとちょっとスタミナがねやばいな。いいか、よーしラウンド3。いやでも行こうか、例のああやったのによそ見失敗、もう通用しないぞよそ見が。ダブルパンチ、そしてカエル、ああカエルがアマガエルレベルだったか。やばい、もう基本に立ち返って、これ泥試合にしよう。青木ダウン食らっちゃったから泥試合にしよう。前基本でもね、基本のボクシングでもね十分ね青木が強いんだぞ。おおカウンターにされてるな。ほらおーし、きたー、どうだ倒れ際3発食らわしてやったぞ。これで合格だな。ほらカウンターだ、左ジャブストレート、一発をね気合い入れて打ってるから。ほら前の青木とは違うんだ、タイトルマッチまで来たんだからな。大丈夫ですよ会長、篠田さんはどこ行ったんですか。おいおい、あちょちょあちょ、試合か、泥試合は任しとけ。ジャブ、うわやるじゃないか。ほらあやばい、踏み込むのはちょっといまいちか。中間距離の方がいいかもな青木は。ほらよそ見、ああよそ見しない、やっぱり1回目しか通用しないんだ。ガンガン突っ込んでくるけどディフェンス下手だな今へ。もう勉強してきたみたいだけどよ、カエルパンチは通用しないみたいだけどな。やつの足は止まってる、よしいける。ラウンド5、ここでも左回って、この右フックで沈めてやるぜ。俺の右フックでな、ジャブで距離取ってから右フックだ。おらおやきた、おらそして近づいてきたらな、右アッパーで返り討ちにしてくれるぞ。おら、これだ。よし、これボコボコにしてやるぜ。あ、いた、されてるボコボコにされてる。おっしゃー、決まった。俺がチャンピオンだ。7、8、9、10。ノックアウト、勝者青木。歴史が変わった瞬間だ。漫画の原作とは違う。篠田さん、やったー、やったぞ青木、チャンピオンだ。ようやった、いい試合じゃった。さあお前のもんだ、お前が勝ち取ったんだ。俺やったー。おっと、ジム内ランキングがややこしくなってきますねこれどうなるんでしょうか。木村はどう思っているんでしょうか。いやー、いい試合でしたね。さあ次回どうなるかはお楽しみに。それではまた、さよなら。やりました、青木編クリアです。対戦相手ほとんどね漫画でも紹介されないぐらいか、もしくはね、1ページで終わる試合もあるしね。でもね、1ページで終わる試合も対戦相手の名前が実はあるということが分かったりするんですよね。対戦相手の名前出てない時もあるしね今井は出てますよ、もちろん。いやー、今井が一番弱かったんじゃねご視聴ありがとうございました。青木編のエンディングをご覧ください。お、かっこいい、青木と木村のそれでは次回木村編をお届けしたいと思いますので、よかったら引き続き見てください。ではまた。